英文解釈教室は、伊藤和夫の代表的な学習参考書、研究者間。受験生がどう頭を働かせれば、英文の構造を読み解けるのかを伊藤による独自の体系でまとめた一冊である。直読直解を理想とし、英文を構造ごとに15の章に分け、解説している。受験英語教育が、単語主義、熟語主義に陥りがちな中、英文を読む際に、 基本的に離れられない原則論を展開する方法は当時から難解との声も多く上がったが難関大学の受験生からはバイブル的な扱いを受け伊藤を全国的に有名にしたザットなどの働きが重要な単語への理解を重要視するのが伊藤の方法論である1996年には英文解釈教室では難しすぎると感じる受験生のために 英文解釈教室基礎編、英文解釈教室入門編も発刊された。声編の出版から30年近く経った現在では、翻訳家など英語を使った職業の人間にも、この本で英語を学んだというものも多く、受験参考書という枠を超えた評価を受けている。多くの受験生から指示を受けた、英文解釈教室であるが、入試問題の英文自体が液化してしまった、現在では、 ここまで難しい公文把握は必要ないとの意見もある。英文解釈教室の昇降生は以下の通り、1主語と動詞、2目的保護、3ザッと説、4ホワット説、5等地形、6同格公文、7イット、と、8意味上の主語、9関係詞、10就職後の位置、11就職後の位置、12比較の一般問題、13比較の特殊問題、 14、共通関係。15、挿入の処形式。英文解釈教室入門編の詳構成は、以下の通り、1、動詞か名詞か、2、名詞か、形容詞か、3、自動詞か多動詞か、4、直接目的語か、目的保護か、5、形容詞か、副詞か、6、副詞か、全知詞か、7、直接法か、家庭法か。ありがとうございます。